ゆうたくんと話して気になったからそれ言おうと思って誘いました。ありがとうございます。はい、本当にキュンキュンが止まらないです。やば、え、あの今一緒に通設定ですか。はい、誘うつもりでした。名前出る？入れちゃう。文字は？あった。文字。めっちゃ可愛いよマジで。ありがとう。ありがとう。男子4人女子6人の10人で旅をしております。そして今日から2日目に突入します ね、うん、面白いな今回ちょっと4週4用というか、うん、男子陣が本当見えへんから見えないですねまだ、うん、人となり人柄も含め、うん、でも個性すごいですね今回。俺はだから2日目私服楽しみにしてるよ。あ確かに、うん、どういった服になってんのか。めっちゃ日当たりがいい。天気どうする？座っとく最初。座っとこう。ね、何するんだろう。楽しみ。天気めっちゃいいから海入りたい。ね、めっちゃ綺麗。海入りたい。何するの？何するだろう。明日告白だって。やばいよ。早いんだよマジで。早すぎ。決まってる？まだ決まってないよね。まだ決まって。今日話したからって感じ。うん、もう今日にかかってるよね。限った。かかった。かかった。え、なんかさ。別行動とかになってさ離れたら怖くない？やばい、嫌だね。え、まだ喋りたい人と喋れてないからさ、ね、あ、そっか、喋りたいとね。いや来ない来ない、早く来て、うん、待ち時間が怖い。タクシーないかな、ね、見ないでおく。どうや、え、昨日と違う緊張感。ずっとここドキドキしてんだけど。あ、分かる。おはようございます。出たこの位置ね。かっこいい？出た。やった。かっこいいですか？お隣失礼します。やばい、緊張するな。今日は何をするのかっていう、ね、今日好きになりました旅のしおり。2日目朝オリジナルハンカチ作り、どういうこと？これも午後3チームに分かれてグループ行動。やばい3チームはやばい。1つ目が男女2人きりでクルージングペット。やば、恋生まれるよこれ。男女二人きりでパラセーリング。また出た。言ったよねドーピング禁止って。残ったメンバーがウミガメと一緒に泳げるシュノーケリング体験。全部いいじゃん。夜シーサイドレストランでバーベキュー。めっちゃいい。やばい。え、でもさ二人二人でなって残りってことは何人が残る？6ってことはさ、男子2の女子4残るの。何それ。いやもう私服披露がない。おうわ、私服披露やん。え、ちょっと、え、ないんだ。ないのかよ。私服がないのか。確かにないね。なるほど。1個目が あそこにオリジナルハンカチ作り。あ、本当だ。あそこにやっちゃうか。もうなんかある用意する。あれうわうわとか言っちゃった。あれでハンカチ作るってこと？あれハンカチ、あれハンカチじゃない、え、ハンカチって。え、なにすごい。え、なにこれ、なにこれ、どうやって作んの？え、これまた順番大事じゃない？冬美くん一緒にやりたい。あ、いいよやろう。じゃあどこでやるか。どこで？ケイシくん
喋りながらいいですか。やろう。どっちでやる？広も隣。そう、どうしよう、真ん中。やろう。どこでする？ここでよくない？ここでいい。NG あるしな。ちょうど余り物。余り物に行こう。三角関係二組おるから、二つか。三角関係チームがどうなるかよね。そうですね。よし。やるか。作る。やろう。やってくださいよ、先輩。先輩。俺にこの美術的選手の選手を求めたい。美術選手。申し訳ない。申し訳ない。どうしようかな。どう、真ん中ってどんなもんだろう。今日さ、なんか何やりたいとかある？なんか飛びたくね。クロッシング？そう、飛びたいよね。そう、そう思った。クロッシングダイエットかな。めっちゃ楽しそうだったから。めっちゃ写真撮れる。ね。パラセリングしたい。でもパラセリング一番パラセリング。今回いい人いた？第一印象誰、何人って言ったの？二人いた。二人いた？二人いて全然話せなくてやばいなって思った。両方二人とも話せないの？うん、一人は話せた。通常した？うん、通常した。誰だろう？俺が見てないとこだな、多分。いいやろ、オーガロ。てか、これ切れん。切れない？でもあれ、誰って言ってたんだっけ？アジサイで来てほしかったの。イブキくん。でも、2番目が冬美くんだった。うっそ。こんな、つかなかこんな赤髪を？こんな赤髪を？赤髪ですね。赤髪、ってかこれ、ってかさ、普通に俺アルファベット全部散らしたいんだけど、なんか。あ、名前入れる？入れちゃう。文字は？あった。文字。うちに。あ、こっちか。うん、俺ら。何してんだよ。やばい。これ。フルなんかやる。何が？何だろう。フータって FUEA。めっちゃ大きいな。イエー。そう。Z ってある？名前が、あ、Z。あった、Z。はい。イエー。ありがとう。ありがとう。ね。ちょっとどうしようかな。ガチで言うのはいいんだけど。あっ、ユウここ、あ、でも字体違う。字体が違います。あった。いいよ、ごめんなさい。めっちゃ邪魔ってるな。やば。いいやな。ユウ、ユウが足りない。もうなくなった。よし、できたんだけど。待ち。交換するってことでしょ。これ浮いちゃう。そんなん行かないけどね。俺もアルファベット入れたいんだけど。マジ？入れたい、入れたい。超ハッキーだよ。アルファベットどこ？アルファベット。今日さ、午後さ、クルージングとさ、パラセーリングとさ、ウミガメじゃん。どれやりたいと、どれやりたいの？船？それな？乗りたい。わかる。船乗ったことないんだよね。それな。よし、あれなんだよ。その中だったら一番船がいいと思う。ね。どうやって決めるかわかんないよね。一緒がいい。俺結構本当になくなったくない？ね。ちょっとどうしようかな。おう。ユー。ユー、ユー。あ、今日好き？そう。ユー、イエーイ、ありがとう。今日、う、S、K。あった。いいよ、いいよ。ごめんなさい。来ました。完成。完成。イエーイ。完成。完成待ち。完成待ち。完成待ち。次なんだっけ？あれだ、決めるんじゃない？あ、グループ決めないとで。どうやって決める？絶対勝ってくる。どうしよっか。でもさ、みんなさ、私服見たくない？お互いの、女子と男子。そうね。私服ヒーロー見たくない？正直。まあ、ね。心痛い。一人だけ決めようよ。男子の中で一番で、やだやだ、女子の中で一番。で、一番の一番だけ。女子の1位をじゃあ男子が決めて、男子の1位を女子が決めて、その1位になった人が、どっちかに行く。あ、ありだね。そうだね。じゃあ。
じゃあダンスからで。ダンスからお願いします。了解っす。行こう。マジ重要だよ。今日だって夜のバーベキュー以外全部その人とってなるんだから。そうだね。やばいな。誰から呼びたいとかある？どうする？え、誰みたい？年齢でいく？年齢でいこうじゃん。え、上から下から？じゃあ、ね、下からいく？ふうたくん。爽やかなんか。爽やか系だと思う、絶対。せーの。ふうたくん。できた、できた。OK、OK、OK。え、めっちゃかっこいいじゃん。めっちゃおしゃれ。おしゃれ。知ってたのと全然違う。なんか韓国っぽい。韓国っぽいね。顔ちっちゃ。身長と超高い。え、スタイル良い。スタイルめっちゃ良い。え、ポイントはシャツ入れて靴下出しました。良い良い良い。全然セクシーだね。これはちょっとおじさんにはもう分からへんファッションやな。私も分からないですよ。おしゃれなんですよ。おしゃれすぎんねやわ。うん、でもなんか爽やかですね。爽やか似合ってますね。うん、強い。あ、戻る感じ。あ、戻るの？あれ？どこ行くんだろう？あ、いいよ。あ、そっかそっか、一人ずつ戻るのか。なんか靴下かわいい。靴下かわいい。次誰？じゃあ次2年2年のどっちか。ケンシ君。ケンシ君。ケンシ君はなんかチャラい、チャラい、絶対チャラい。なんか海、湘南に、湘南に短パン、湘南にいるみたいな短パン。絶対そっち系、なんかね。せーの、ケンシ君。はい。あ、待って、予想通り。納得。ね、納得。予想通り。え、絶対そうだと思った。ああ、いいよいいよ。思ってた通り。そう、海。あ、でも沖縄っぽい。うん、沖縄っぽい。ぽくした。そうそう。で、ポイントは海が綺麗だから。白い T シャツになんか濃い青じゃなくて薄い青でなんか爽やか系を出してみたみたいな。良いと良い良い。ありがとうございます。ぽい沖縄、沖縄っぽい。場所に合わせるから場所に合わせる。知ってた、マジで知ってたな。知ってたのか。来るの知ってね。じゃあみんな投票してください。はい、僕にお願いします。はい、はい、はい、沖縄だな。沖縄だね、後ろも。あの地味に後ろにサングラスあるのがそう、ツボだよね。次だよね。次は、恭平くんじゃない。恭平くん。ね、どういう、なんかさ、茶色っぽいやつ着てきそうだ。茶色っぽい。わかる？だるぎっぽい。なんか大人っぽそう。黒いズボン。落ち着いてそうだよね。スキニーパンツとか着たほうがいい。呼ぶ？呼ぶ。せーの、恭平くん。あ、入らなかった。大人っぽい、大人っぽい系。ラーメン、ラーメン、ラーメン。かわいやった。ラーメン。スタイル良い。スタイル良いな。まあ、今回ちょっとし全体的に白でちょっと爽やかな感じに決めたのと、あとちょっと身長ある方なんで、ね、インして足長く見えるようにしました。そうみたいに爽やか。ポーズもなんかもう爽やか。いい、予想通り。予想通り。そうだと思った。オッケーかな。もういいかな。めっちゃラーメン、めっちゃラーメン、ラーメン。歩きたくないんだけど。あとで歩くって考えたらちょっと結構 50m 走ぐらいになるさ。 50m 走あんな歩き方できない。次は冬美くん。服は蛍光、蛍光色、蛍光色、蛍光色着てる。冬美くん派手そう。なんかちょっと派手そう、派手そう。行く。うん、せーの、冬美くん。やっぱ色だ、やっぱ色、やっぱ色、色だ。あ、ピンクから違う。やば、すごい。かわいい。うん、
可愛い色。アジサイ編でめっちゃ爽やかってなってたから、あ、今回も爽やかでいこうと思って、けど赤髪に爽やか難しかったですけど、なんか合います？合ってる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 。オッケー。え、俺冬美が一番ええかも。井上さんも着てそうであるならば冬美ダサいってことになるぞすまんよかったこれもうみんな戻る感じ。戻る感じ。そう、あとセンター分けどう？おー、いい。いいよいいよいいよ。やった。バイバイ。ありがとう。じゃ失礼します。焦ってた。あ、でもみんななんかその通りじゃない？結構その通り。違うね全員。みんな違うけどなんか予想通りだよね。だもうザ、うん、そんな感じ。決められない。決められないよ。悩むな。服だよね。いや、みんなおしゃれじゃない？それの。なんか違うおしゃれ。だからわかんない。決まった？決まらんよね。むずくない？みんなかっこよかったな。それの。似合ってた。うん、全員並んでほしい。全員来てください。せーの。全員来てください。みんな全員違くないけど。マジで違う。え、なんかみんなおしゃれなんだけどさ、タイプだよね、ほんと。けど、あれ、隣に並んで歩きたいって思う人を考えたら、確かに簡単ちゃう。え、むずくない？難しい。今の私服でってこと？うん。めっちゃ難しい、やばい。あれじゃない？男子のやつ見て、女子のやつも見て、最終的に言った方がよくね。うん。あ、そうだよね。したら、うん、あっちで一番だった人に合わせちゃうじゃん。確かに。公平になるくない？じゃあ一回これで。一回これで、うん、これにして、次女子みたいな感じで行こう。よくね。じゃあ女子準備してきてね。はい。みんなよくわかったんですか？なんか沖縄感がすごい出て、うん、いい、男子いいよ。誰が1位？冬美くんかな。ふったくんとかの格好好き。ふった、冬美ね。うちのおつぼね2人は風太か冬美どちらかじゃないかと、うん、誰が一番可愛いと思う？自分のタイプ。すずちゃん。あれ、すずちゃんかな。すずちゃん、うん、みんな可愛い平等な人が可愛い。みんな可愛い。みんな可愛い。けど想像はつかんよな。いや、そう、なんかどんなんかわかんない。うん、じゃあ最初はどうしようか。すずちゃん。すずちゃん行く。すずちゃん行く。すずちゃん。じゃあすずちゃん呼ぼう。いや、せーの、すずちゃん。あー、なるほどね。高一とは思えない。大人っぽ。大人っぽ。大人っぽい。めっちゃ可愛い。ラーメン。可愛い。しかも髪型も変えてね。髪型変えてるね。髪型三つ編み、三つ編みじゃない。ポイントは一応女の子なんで、女の子らしくして、やっぱ沖縄とかあったかいんで、なんかちょっとワンピースでサラサラみたいにしました。こんなん男好きよ。モテるよこれは。これ男好き好き。分かってんな、すずちゃん。乃木坂にいそうじゃない？いや、ほんま乃木坂にいる子やって、うん、これは選ばれるな。うん、超可愛いじゃん。超可愛い可愛い超可愛いじゃん。え、予想とどう？一緒？もともと大人っぽかったから大人っぽいのかなみたいな。大人っぽかった。どうも、失礼いたします。ちょっとこれ男子もだったけど帰るとちょっと気まずいんだよ。次誰呼ぶ？どうしよっか。次は真央ちゃんいた。真央ちゃん行く。真央ちゃん何？ちょっと黒っぽそう。ロングだから。あ、わかる。ちょっとクールな感じ。なんか黒のワンピースとか着てそう。黒のワンピース。ワンピーク。じゃあ真央ちゃん呼ぶ。せーの、真央ちゃん。あ、来た。おお、好きみだ。すごい。おお。なんか想像。ちょっとエッチ系ね。でも結構想像通りだ。え、めっちゃいい。好きになったね。雰囲気変わる。大人。大人っぽい。大人っぽ。大人っぽい。とポイントは夏なのでお腹出したのと前髪を上げてみました。めっちゃ、てかスタイルいいな、みんな。スタイルいいな。なんか夏って感じだね。夏だね。青の。
お腹出し。お腹出し。お腹出しがいい。お腹出しがいい。お腹出しがいい。めっちゃ可愛い。めちゃめちゃ可愛い。ありがとうございます。大人っぽい。やっぱ決まる、決まる。男子もだったけど本当に。みんな可愛いなやっぱ。やっぱで言ったよ。みんな可愛い。みんな可愛い。いや確かに。みんな可愛い。誰よブジャー。未来ちゃん。未来ちゃん行く。未来ちゃんどんな感じだろうな。あでもなんかショート、ショート履いてそう。ショートパンツ履いてそう。ショートパン履いてそうじゃない？で白い T シャツとか赤の赤 T シャツ、ちょっと俺明るめな、じゃあ呼ぶか、せーの、未来ちゃん出てくる、ワンピース、おーえめっちゃすずちゃんと似てる、ね、似てる似てる、でも想像とちょっと違ったわ、うん、なんかギャップがいい、ギャップがかわいい、いい、あ結んでる、結んでるね、あ本当だ、え恥ずかしい、あかわいい、あかわいい、これだからすずちゃんと同じ感じやな、可愛い、夏っぽくちょっと涼しい感じにしました、いやめっちゃ、え雰囲気マジ変わるね、シーツって、大人っぽい、どう、えめっちゃめっちゃいい、可愛い、結構やった、なんだろう、想像と違った、うん、シンプルかと思ったね、違ったけど可愛い、すずちゃんと似てるね、そう似てる、ワンピース、うん、けどめっちゃ可愛い、大人っぽいね、いい、大人っぽい、よかった、グッズ書いていい。そう、まあ、絶対気まずいから。みんなそう。みんな通る道。みんな通る道。じゃあ、リアンちゃん次は？リアンちゃん。リアンちゃん。リアンちゃん。けど結構リアンちゃんギャルだから。夏のギャルって言うとやっぱおへそ出して、タンパン出して、短パンだよね。そうそうそう。麦わら帽子とか被ってきそう。麦わら帽子。あ、分かる分かる分かる。麦わら帽子とか着そう。沖縄だし。呼んでみるか。せーの、リアンちゃん。嫌なんだけど、あーっぽいっぽい、夏っぽミッキー、めっちゃ夏だ、ミッキーかわいい、かわいい、おーリア年齢がまたバラバラやな、これめっちゃ緊張すんねんけどこれで、これで沖縄っぽくして全体的に夏っぽくしてみました、うん、かわいい、スタイルがいい、やばい、足なんかあの上のさ、このこれがさ、ザ・沖縄って感じですね、夏っぽい、可愛いですね、うん、ミッキーが可愛い、うん、ちょっとギャルっぽさが出ましたね短パン当たったわ、予想短パン予想当たった、暑いからさ、長ズボンなんて履いてられへんから、あやばい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 、全員長ズボンすいません、なんかいや全然そんな、めっちゃ良かった、可愛い、めっちゃ可愛いやん、これ可愛い、あいいですかも、スタイルよ、マジでスタイルいい、ランウェイ、ここランウェイで、一種の沖縄のランウェイ、エマちゃん、エマちゃんだね、想像つかねえ、いやもうやっぱ沖縄ですから、沖縄ですから、沖縄の夏を見せてくれる、沖縄っぽくなさそう、沖縄っぽくなさそうなんだけど、っぽくなさそう、韓国系かな、なんか韓国っぽくない、うん、肌白いし、ね、なんか冬とかだったら黒の革ジャンとかめっちゃ着てる、うん、あー分かる分かる、呼んでみるか、呼ぶか、せーの、エマちゃん、黒、黒だ、うわ、沖縄ではない沖縄で、え、けど、え、かわいい、え、あー、真っ黒で、雰囲気変わるよね、ジェシー全身黒にして大人っぽくしました、で、髪も昨日とは違って結んでみました、うんうんうん、あの腰の苦しないの、うん、ウエストマークしてるんですよ、足が長く見えるように、うん、何ウエストマークって、ここをキュッと縛るとそこが腰に見えるじゃないですか、うん、足めっちゃ長く見えません、いや、あそこを足とするのであれバケモンやなファッション、ファッションなんですよ、ファッションか、うん、おじさんにはちょっと分かんないな沖縄では絶対来ないと思うと思う、ね、沖縄系ではないと思う、うん、似合う、肌白いか似合う、沖縄っぽい、え大人っぽい、あ、ありがとうございます、沖縄っぽくない、沖縄要素が、ね、真っ白、肌真っ白だ、やばい、恥ずかしい、じゃあ帰っていいですか、あ、はい、ありがとうね帰る足はみんな早いね帰る足だけでちょっと早歩きだね、うん、じゃあまあ最後は、最後はスーカ、砦の砦のスーチーに
スーチーは白黒シンプルだね。シーン絶対シンプルって感じがする。けどなんか沖縄だからっつって変えてくる、アジサイと変えてくるかもしれないね。ちょっと変えてくるかもしれない。白白かもしれない、うん、白白暑いから。ああ、呼んでみるか。呼んでみるか。せーの、せなかちゃん。あー白、あ白だ。暑くなさそう。ああ白黒当たったね。白黒いいね。まあ鈴鹿ちゃんは前回もこんな感じだったもんね。可愛いな。可愛い。あと上、あ髪の毛巻いて、上かっこいい系、大人っぽくして、ちょっと上きついんで靴だけピンクで、ウエストやろ。そうですね、可愛くしてみました。それもウエストです。可愛い、スタイルいいね。スタイルよ。ありがとうございます。足長っ。いやいや、あの靴靴ああなんかスーチーって感じ。可愛い。ありがとうございます。はい、ありがとう。可愛い、可愛い、可愛い。うん、けど普通にみんな可愛いな。ね、全然印象違う制服。言ったじゃん。みんな可愛いって。これはもう男代表としまして私が決めると、やっぱ男はもうあのすずちゃんのあの服やと思うで。そうですね。こういうちょっとこれは絶対すずちゃんの清楚系ワンピース、あと気持ちも入るだろうし、うん、あでなんだかんだツインテールも好きやもん。うん、あんな髪型なかなかできないです。できない、できないです。男ポニーテールとツインテール好きや。もう秋元先生が描く価値全部好き。なんかみんなセンス良かったね。違う、似合ってた。もう違う種類のみんなおしゃれ、全員系統違う。違かった。だけどみんな似合ってた。似合ってた。うん、ね、むずくない？選ぶの。ね、むずかった。どうなんだろう。やば、決まっちゃうね。でもこれで。決まる。結構重要よね。めっちゃ重要よね。なんか今言ってこうじゃん。え、で一番多かった人。一番、ね、一番多かった人。言ってこう。え、京平くん。うん。ふゆくん。ふゆみくん。ふゆみくん。ふゆみくん。ふうたくん。ふゆみくんの4票やば、すごいな、すごい。じゃあ1位ふゆみくん。じゃあ決まりましたね。決まりましたね。でもさ、これでさ、ふゆくんがさ行くじゃん。そしたらさ、ふゆくんが今さ気になってる人は行きたいじゃん。あー、そう。めっちゃなんか苦しいね。変わるか、悲しいってか。正直行きたい人、そうだよね。そうだよね。え、わかんないから。選ばれるかもしんないから。いや、ないな。ない。あります、あります。ただこうなると、すずが1位で、両思い同士でいけないからね。そこだよね。だ外れては欲しいよ。なるほど。同じ場所に行けないんですかね。だって1位同士がどっかってことだもんね。あ、なるほど。そう。大丈夫？せー、せーの。男子。テンション低い。呼ぶ気ないでしょ。え、決まった？決まりました。決まった。決まった？女子。決まった。ファッション。ファッションだけね。うん。一番可愛い。ファッションだけ。ファッションだけ。可愛い。じゃ男子から言う？男子から言う？大丈夫、うんうんうん、せーの、皆さんごめんなさい。 YouTube はここまでとなっております。続きはアベマでご覧いただきます。ここをクリックすると見られますよ。見てねー。